こんにちは、チャーリーです。今日もやっていきます。トレーダーライフシミュレーター。はい。今日はですね、まず朝ごはんを食べて品出し、違う、仕入れからやっていこうと思います。まずはね、腹ごしらえ。インタラクト。65なので、まあピザ1個頼んじゃいましょう。ビクトリーピッツァ、チックビーフ、どういう意味なんだろう。いただきます。あとね、ここでね、ずっとなんか水が流れてる音が聞こえませんか？何の音なんでしょうね。もしかすると水が流れてるんじゃなくて、油で揚げてる音なのかな。ポテトをね、揚げてる音かもしれません。はい、ではお腹もいっぱいになったので、はいはいはい、買い出しに行きましょう。買い出しもなんですけど、ガソリンもね、ちょっと入れていこう。今日ものんびりプレイしていきます。さあ、ガソリンもね、多分半分くらいまで減っているので、はい、 OK です。 OK だね。前回ね、あの大型冷蔵庫を導入しまして、結構あの時点で埋めたと思うんですけども、またね、開店したら瞬く間に売り尽くしてしまうという状況がね、発生しております。ですので、今日はまた仕入れをしまして、棚をね、なぜなぜなぜ、棚を満タンにしていきたいなと思ってございます。ほい、どの辺でしょう。ちょっと遠かったですね。ジャボンさんのね、配達サービスを使えば安いんですけど、早いんですけど、いかんせん、あれです、配送料がね、もう全てにかかってくるのでね。まずはピザから買いましょう。軒並みドリンクがね、なくなってございますので、オレンジジュース3箱ずつ、あ、4箱買っちゃったかな。ミルクガロンもね、若干高いですけれども、致し方ないでしょう。わあ、60円ぐらい高い。そういうこともね、ありますよね。はい、アイスクリーム、アイスクリーム、夏場はね、アイスクリーム必需品ですのでね。はい、あとはバーガー。バーガーもね、場所をかなり取ってございますので。あー、シーフードも高いけど買っていこう。あとはフライドポテトも高いけどしょうがないね。カップケーキも高いけどしょうがないね。全部高いけどしょうがないね。さて、ドーナツもですね、あ、ドーナツはグッドプライス、助かる。グッドプライス、30個買っておきましょう。バゲットは1個買っておきましょう。ブリックブレッドは2つ買っておこうかな。はい、こんな感じでここはよしと。あ、そろそろですね、あのお菓子もね、追加していきたいなと思っているんですけども、
売れ筋のねおやつを買っていきましょう。チョコレート系はね人気が高い、うん、シナモンロールもいるよね。シナモンとクッキー一箱ずつ、あんまり安くないのでね。あとはちょっと見栄えのするコーヒー、うん、ローズティー。やっぱり黒い箱があるとかっこいいですよね。この辺は軒並み高いなぁと。はい、ラーメン、インスタントラーメンと、あとはフライングオイル。キャットフードはゼロだったね。キャットフードを買いまして、ドッグフードも買いまして、お、この辺は今日お買い得ですね。多めに買っておきましょうか。クッキングオイルも買っておきましょうか。はい、そしてあとは洗剤系ですね。洗剤系はねもうほとんどないので、ないんですけどどこに飾ろうかなってちょっと悩んでるんですね。うん、どこに飾るがいいかな。あんまり場所を割かなくてもいい感じに、食品メインのねお店にしたいなってちょっと思い始めているんで、あまり大量には置きたくないですよね。よっ、シャンプー。あとは歯磨き粉もちょっと買っておきますか。まあ、少しね野菜をね継ぎ足してから、あのショップのレーティングが回復傾向に戻ってきましたね。ナッティチョコかわいいから買っとこう。砂糖はいいか。小麦粉はねいるよね。おっとっと、こんなところですかね。スパゲティ1個買っといて、あとウィートビスケットって今言われたかな。うわー、これまた買いすぎ問題、買いすぎ問題が発生しました。乗るでしょうか、こんなに。乗るかどうかじゃないんですよね。乗せないといけない。やったー、たたらったー。これはね車ひっくり返るパターンですね、さすがに。でも乗せていく。まあ買い忘れもある気がするんですけど、まあまあまあ、とりあえず今日はこれを持って頑張って帰りましょう。結構買ったなぁ今日も。あ、やってしまった。これは紛れ込ませてしまった。うわぁ、セーフー。危なかった。おー、いけるのか。このねタイヤさえ見えていればなんとかなるんで、タイヤだけは死守せねばならん。タイヤだけは、うん、並ばせすぎですね。さすがにやりすぎました。これはどうでしょう、いけるのか。あはは、やってしまった。通り、はい、通りだけをゲットするんですよ。通りだけを触るんだよ。いいぞー。
これ買っておいてね、放置してもいいんですよね。あ、これはやってしまったな。これはやってしまいましたね。よし、かろうじてこれで見えるんじゃないでしょうか。通り。おう。まあ、もう一回取りに来ますか。さすがに辛い。さすがに拾いきらない。もう一回取りに来よう。ああ、こういう風にね、なっちゃうんですよね。乗せすぎ注意。よいしょ。こうなったら、車をですね、無理やり車の荷台に乗せようかなと思います。ねえ、なんかこうなっちゃうことを考えると、よし、これでね、多分乗ってると思うんですよ。こうなっちゃうことを考えるとね、配達頼んだ方が良かったかなとはね、ちょっと思うんですよね。よし、どうですか？乗ってますでしょうか？あ、ということは、もう一通り行けるかもしれないね。はい、もう一通り行きましょしかも、2列ずつ行こう。押す押す。お、いけたかな？ OK ですね。これなんか助手席側からはめ込みますか。いけるでしょうか。よいしょ。タイヤにね、干渉しなければ。いけましたね。で、これで出発して、取り残しているアイテムがなければいいんですが、見えませんね。あ、大丈夫そう。ふう。なんやかんやで、あっという間に17時です。早い。さあ、ストロベリービスケットなどと言われていますが、とりあえずね、今どうなってるかをお店の状況を見てみましょう。あ、そうだ、そう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 、バックでね、入庫することにしました。しました。こちらの裏口から。あそこの木引っかかるんだな。気をつけねば。こっちか。オライ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 ストップ。はい、こんな感じでね、裏口から入るようにするためにね、お家にね、お風呂持っていきました。おいっす、こっそり、まず一通り。はい、ただいまこんな感じになってます、お店。結構埋めたんですけど、次から次へと売れていってね。隙間多いですよね。オレンジジュースもゼロだし。フライドポテト買ったかな。あ、でね、こっちに野菜を詰め込むことにしました。それと、お魚や肉などね、こんな感じで並べています。雑ですけど。で、あとは冷蔵じゃない商品もね、ここに
ペットコーナー並べることにしてみました。油とかね。でまたですね、買ってきたので冷蔵庫ちょっとこれも置いておいて、はい、買ってきておりますので、ちょっとずつ、はい、 OK、 ちょっとずつね並べていこうという、今日も品出しの動画です。ハンドウォッシュ、ドッグフード、デタージェント、クリーニングスプレー。ただね、あんまり日用品ドバーって並べるのは一回じゃない方がいいかなと思ってるんですけど、どうしたらいいのかね、全然案が浮かんできません。2階にね、2階をどうしたらいいかな。サンスクリーン、ドライキャットフード、リタージェント。ただね、やっぱり黒い新しい冷蔵庫かっこいいですよね。うん、かっこいいこの冷蔵庫。ただやっぱり配置ですよね。配置がわからん。あれ、もう一個買わなかった？あら、買ってない？買ってなかったかもしれません。おかしい、買ったと思ったんだけど買ってませんでした、実は。なんと、もう一冷蔵庫ここに並べようかなって思ったんですけどね。ちょっとこれ置いてみたらな、あーはー、そういうことか。階段がね、階段かな。ちょっとここは黒い冷蔵庫じゃなくてもいいかな。シェルフ、エルウォールシェルフ、エルウォールシェルフがいいかな。コーヒーとかね、お茶とかはここがいいのかな。うん、こんな感じで。めっちゃ隙間空いてる。エルウォールシェルフ、エルウォールシェルフさん頼むよ。うまく置いて、うまく置かれて、こうかな。どうでしょう。まあまあまあ、いいことにしますか。なんかでもやっぱりおかしいですね。どうしてまっすぐ置かれてくれないの、あなたは。どうしてまっすぐ置かせてくれないの。ちょっと右側に出っ張りができてる気がするよ。よっ、うん、これでいいでしょう。
ね、お茶もここに入れたんですけど、なんか変なんですよね。なのでお茶はやっぱり取りやすい、取り出しやすいところに置いてあげよう。これはシナモンロール。シナモンロールはなんか冷えてても美味しそうかな。あ、ダメだ、長さがね、この長さがねあるんですよ。そう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 、長さが厄介なんですよね。高さがね、困りましたね。もう高さがあるものはここには不向きなんですよね。こう頭が飛び出してしまうのがね、嫌ですねってなってくると、この高いところに置くか、置くかなんですよね。もう一つのあの緑のね、 L 型の、あらやだ、23時だ。 L 型ゾーンに置くかのね、二択を迫られてしまう。もう緑のあのスーパーっていう感じよりはこの普通のシェルフの方が落ち着いててかっこいいかなと思ったりね。23時ですか。若干並べてからお家に帰りましょうね。ソープ、これがクッキングオイルか。クッキングオイルはこっちですね。うん、もう一台やっぱり長い冷蔵庫置きたいけど、幅ですね。ここももう一個置いて行きたいので、L シェルフかな。L シェルフ3つか4つ買いましょうか。はい、今日のレジは2397円。セーブして、あとはね、タクシーで、ファニチャーショップに行きまして、真っ黒なんですけど、ファニチャーショップで壁付けシェルフ、これですね。これを1個2個3個買っておこうかな。あ、もしかするとこれもなんか幅を合わせるのに使うかもしれない。うん。で、お家にお風呂買ったんです、あ、置いたんですけど、間に合わないこともあるので、お店用のお風呂も買っておきましょう。ライトオンオン。この後はですね、ちょっとあの牧場に行きまして、牧場のね、今日の売上金を回収しようと思います。怖いね。こんな、今見えるかな？牛、羊、鶏ともにですね、
もうこれ以上買えないっていう量を買いました。50、50、50ですね。はい、もうマックス購入しました。で、この人から3950円。あ、そんなもんですか。3950円。あー、コスト引いたら3950円だ。1日3950円入るようになりました。で、お家に帰って、おいー、なんかね、ここでちょっと食べたい気もしますけど、食べることができませんので、はい、まずおトイレをして、お風呂に入って寝ましょう。おやすみなさい。はい、ということでね、また品出しをやっていきましょう。無心で並べていく。オレンジジュースもね、今2箱買ってきましたけど、すぐ売れちゃうんですよね。何か置き方を間違えている。もう一列一段いけるかな。きれいに並べ直して、もうポテトフライガラガラですね。バーガーもガラガラ。まずはヌードル、ヌードルは向こうかな。チョコミルク L、 はい、チョコミルクエルは並べてしまいましょう。うん、満タンになると気持ちがいい。シーフード、シーフードも、4個並べられるはずなんですけど、まあまあまあいいでしょう。まあ並べるの大変っちゃ大変ですけどね、売れたら売れたで嬉しいっていうのも不思議な感覚ですね。
バーガーは 500g、 10パティーズ入ってる。中のあのハンバーグのパティだけ入ってるっていうことなのかな。いやさっきここ入れたばっかりなのにもう売れていますね。オレンジ、嬉しいような嬉しくないような、嬉しいか。うわー、芋もなくなっていく。さっさっさ、オレンジ。よいしょ。ああ、もうこっちがガラス機だ。だいぶ並べられたかなってね、思っていても結構ガラス機なんですよね。そんなことでね、またここの段ボール分けてこっちを埋めていきたいと思います。何も片付かないまま朝になってしまいました。どうしたらいいんだ。一応ねここに棚を置いてみたんですよ。ちょうどなんか壁の幅がいいなと思ってドアを挟んで左右に置いたんですけど、外に出てた。マジか。ああもう並びきれない、並ばせきれない、並ばせられなくなってきましたので、今日はこの辺で閉店にさせていただこうかなと思います。やっぱりね、冷蔵庫の中にねキャットフードとかドッグフード置いたり、冷蔵品じゃないものを置くのは無理があるかもしれない。この大きさ的にね、うん、冷蔵用の商品はこの冷蔵庫の中に入る大きさにうまく作られてるんじゃないかなと急に思いました。はい、そんなことで今日はちょっと心が折れた、そんな配信となりました。頑張ってこれ片付けますということで、本日もご視聴くださいましてありがとうございました。次回頑張って並べられるといいな配信ご期待ください。それではまた。